こんにちは、シンガーソングライター兼ボイストレーナーの有崎凛です。今日は THE FIRST 合宿技術プロ審査 15-2 の初見リアクションをしていきたいと思います。イエイ。はい、前回は、技術プロ審査の結果発表で B3 が、勝ったということで B3 の順位付けが発表されました。で、今回ムーブオンチームから1人脱落者が出るということで、この6人から誰が落ちてしまうのかっていうところなんですけど、私も一応はこの人かなっていうのはあって、はい、どういった結果、どういったみんなの結果になっていくのかっていうのがすごく気になります。それでは一緒に見ていきましょう。いきます。はあ、もうこの音を聞いたらなんかもうドキドキします。でもなんかそろそろあと8回とか10回切ってるぐらいじゃないですか。めちゃくちゃ寂しいんですけど、ザ・ファーストがなくなると、ザストがなくなるとめちゃくちゃ寂しいし、いやいやな、みんなでなんかイエーイって楽しんでる時間がなくなっちゃう。もっと楽しみたい。発表が始まる。ゆうへいくんか翔太くんかな。ゆうへい、はい。ゆうへいが声をマイクに入れた時のこう空気の変わり方っていうのは圧倒的だと思います。前から知ってはいたけど、やはりそれを再認識させられたというのは、これほんまに今もには俊斗くんのな気がする。陽気くん、え、めちゃくちゃ上がった。すごい。あ、そっか、陽気くんも良かったもんな。すごく伸びました。嬉しかったです。泣きそうじゃん。あなたの独特な歌い方や独特なダンスの編成というのは、単なる癖というところから個性や長所っていうところに確実に進化したと思ってます。普通に考えたらムーブオンのシャウトとかが長くやれていることがあって、とてもちょっと
しいところまでしたので、テンションを切らさず、すごいことでした。素晴らしいパフォーマンスだったのは間違いないです。課題になるようなことはまだまだいっぱいあるので、一個一個果たしてみましょう。あと1週間楽しみにしてます。ずっと楽しみって言われてますよね、よっくんって。僕たちも最高のパフォーマンスは届けられたと思っているし、確かにその B フリーチームは本当に見てて感動がすごかったし、そういう面ではいろんな感動が自分の中でも生まれた時間ではあったんですけど、やはり自分のチームとしてこういう結果になったのは悔しいっていうのが一つあって、で個人としては自分の中でも今回本当に成長を感じることがもちろんできて、でもその中でもその自分の生かしやすい環境になっていったことも事実ではあるし、それをちゃんと、感謝することがまず大切だなと感じました。けどだからこそ、まあ、もうちょっと上の順位を取りたかったなっていうのは正直あります、まあ、その一つ一つ丁寧に、改善できることっていうのを僕もそれは課題というより伸びしろっていうふうに捉えていきたいと思うし、あと1週間全力で取り組んで絶対1位取りたいです。ありがとうございます。楽しみにします。ありがとうございます。ラップとかそういうねところで使うならめちゃくちゃかっこいい声だよね。たぶん君も言ってたんですけど、グループで来てなかったっていうのはすごい悔しいですし、やっぱ自分の順位も落ちてしまったのも本当に悔しいですし、やっぱ本番が終わった後すごい自分の中でも反省点がいろいろ出てきたりして、やっぱり、ダンスに少し気を取られすぎていたところも自分ではあるかなと思って、もっともっと割合をうまく成長していけたらなと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございます。確かに何を重きを置いてやるかっていうのは1週間しかないのでね、大変ですよね。人生においてもそうだし、あなたはそれこそ人柄も含め
たまにこうやってするのは何なんだろう、スカイハイさんが。たまにね。そして気になる。ラスト。手拍子がみんな遅れた。なんか辛いですよね、きっと。ムーンボーンと相性は決して悪くなかったと思います。非常にレベルの高いパフォーマンスだったことはまず前提として言っておきます。ただやはりそこまで歌える才能を持っているのだから、パフォーマンスで踊りながら歌うときにコントロールしてほしい。これは高いハードルでもあるし、同時に最低限の課題でもあります。すごく大きな課題に見えてくるかもしれないですけど、本当にある日急にできるようになったりすることだから、筋トレだと思って、地道にやってほしいし、やりすぎて、喉だったり体だったりを壊さないようにしてほしいです。強く自信を持ってください。その上で地道に少しずつ改善していきましょう。本当に歌って踊るっていうことがそのどれだけハードルの高いものかっていう、実際にこのムーブオンはダンスがすごいレベルの高いもので、ダンスは踊れたもののそれに歌を交えると本当にどっちかのレベルが下がっていったりとか、それをコントロールするっていうのがどれだけ難しいかっていうことを本当に身をもって体感して、その最大限を引き出すことができなかったっていう部分では、本当に悔しい気持ちでいっぱいです。もうこれからはグループとしての自覚をしっかりと持って、そこのコントロールできるっていう課題をしっかり持って頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。辛い。今回脱落するのは手になってしまうんだけど、純粋に現状のクオリティをコンテストとして見たときに劣っているという認識はないです。ただこの1週間でクオリティが伸びなかった、それには明確な原因があります。実際に君に言える提示できる明確なことがあったので、少しだけその2人で話してもいいですか。11人のみんなはさまざまな気持ちあると思うんですけど、何はともあれ本当に改めて、素晴らしいパフォーマンスだったことは間違いないです。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。今のメンバー、前回の合宿クリエイティブ審査のメンバーでしたね、ほとんど。すごく努力家というか、その普段から努力家
で合宿に来ても努力家っていうこのそれを俺はなんか相手みたいに努力してればうまくできんのかなと思って正直頑張ってたところも昔はあってだから正直なんで点なんだろうなっていう本当にお疲れ様です。ありがとうございます。普通に考えたら少なくとも合宿が終了する最後の10人に残っていることが普通である本物のクオリティの担保っていうのはできていると思います。ただ少しアーティストというよりはアスリートのようなストイックさに走っている印象を受けました。目的地が決まっていないままたくさん走っているというような印象を受けました。たまに話すアーティシズムみたいなのって自分がどういうアーティストであるかを自分で認識する自覚する能力とどういうアーティストになっていこうかという、そのビジョンを具体的にする力だと思うんだね。でアーティストやるととにかく迷うことが本当に多いんだよね。その時に、自分がどういう道を進んでいくかっていうコンパスみたいなものになってくれるのがそのアーティシズムっていう力で、そうだ、国アーティストの個性っていうのは何にも影響されないものようにも見えるけど同時にいろんなものに影響されてきた結果生まれるものであると思います。一度自分を追い込む環境から自分を逃がしてあげて少し自分を甘やかしてあげてほしいし願わくばその時に何かアートを心の栄養をちょっと携えてみてほしいなと思ってます。自分でも正しい判断かどうかっていうのに最終的に決断するのに本当に朝までかかってしまってそれをどういう伝え方しようかっていうのを悩みながら考えながら話しているところもあるからちゃんと伝わっているか本当に不安なんだけれどという次第です。ごめんなさい、一人でした。いやいや
みんな泣いてたのに、こう、待ちとき笑顔で待ってて、本当に優しいな。3時からありがとう。ちょっとまだ、音楽続けるかわかんないけど、ちょっと、今回のはすごい追い込みすぎちゃって、いろんなこと気合い出てて、もし俺が音楽やってたら、歌おう。あれね、ありがとう。ゆりゆんだけど、もう申し訳ないです。いや、自分だけ毎回あのチームの中で美味しい順位だけもらって、結局チームの勝ちに導くことができないのが本当に申し訳なくて、人を変える影響力っていうのは本当に天下あるものだから、そういう才能を絶対に無駄にせずに音楽を続けて愛してほしいって思ってますし、お疲れ様です。お前の努力はみんなが分かっていた。お前が一番頑張ってたよ。高いですね、みんな。写真撮った。撮ろうよ、撮ろう、撮ろう。違いねえ。撮ろう、撮ろう。じゃあ、天真ん中でさ。すごい、どんどんみんながあったかくなってますよね。頑張ってください。天君はでもちょっとそのスカイハイさんの前で話し合ったことで、ちょっとなんだろう、天君出会えてひやかさんのこと見れてよかったです。変われるんだと思います。変わるんじゃないけど、今だってね、すごい活躍されてますもんね。
日高さんのオーディションを見つけ、こんな僕にぴったりなオーディションはないと思って応募させていただきました。僕のことを応援してくれてる人たちが僕のことを見てもう一回頑張ってほしいって思ってもらえるように頑張りますので、よろしくお願いします。ポイントファーストだよね。まさにそれを表してくれて嬉しい限りです。ありがとうございます。こんな褒められたらどうしちゃうのって言って僕っていう感じなんですけど、僕たちがこの10日間頑張ってきたものを見て感動してくれたらなと思っています。ありがとうございました。やばいです、やる気あるのいいな。悔しいって思う気持ちはあるんだろうけど、今すごい嬉しいです。まあ、日高さんが自分のことを気遣って落としてくれたのもすごい自分では分かるし、俺一人のためだけにみんな集まってみんな泣いてくれて頑張ってよかったなってすごい今思ってます。なんかこの合宿ですごい一番得たものって、正直に言うと仲間かなって思います。合宿二次審査お疲れ様でした。いろんなこと話し出すと、長くなると思うし、いろんな感情があると思うんだけれど、もう一個確かな事実として、残り1週間になりました。立ち止まっている余裕は俺にも君たちにもないはずなので、13時から集まっていただいて、大事な次の話をします。はい、はい、それまで気持ちを切り替えてください。はい、はい、お願いします。最終審査なんですね。ちょっと止めますね。ごめんなさい、全然リアクションできなくてごめんなさい、ずっと泣いてました。そうですね、天くんも自分じゃないかっていうのは正直思っていてって言ってたと思うんですけど、みんなの反応とかもそうやな、なんか天くんだけが一番不安に思ってたのも引っかかってて、こう多分私たちが見てる部分で見てる時、見てるこの画面の中だけの生活じゃないし、こうきっとここにいる人たちってすごい自分と他人を比べながら、仲間ではあるけど比べながら自分のこと評価して相手のこと評価してると思うんやけど、その中で自分が劣ってたっていう風に思うのを感じたのはすごい、感じることも辛いし認めてしまうのも悲しかったと思うけど、でも客観的にそう見られていて、もうそもそもそれで、まあね、そう、もともとすごい人なんですよ。あのスカイハイさんがこの10人に選ぶならっていうので、まあラップがラップが向上しなかったっていうところであったと思うんですけど、なんかすごい自分とかとも置き換えられましたね。なんかこう どんだけ頑張ってもこう なりたい自分になれないっていうのはきっとみんなあると思うんですけど、なんかそここれからもこの THEFIRST が終わってからもなんか突き詰めてダンスや歌をやめないでずっと続けてほしいなって思います。そしてみんなの愛ですよね。こうみんなめちゃくちゃ泣いてたのに、その後笑顔で迎えて、そしてギュッてして、また泣いてこんなにいい仲間ってなかなかいないですよね。この仲間が欲しかった。はい、今回、辛い結果になりましたが、今後の展開も追っていきたいと思いますし、今後最終審査楽しんで見ていきたいと思います。はい、
今日もありがとうございました。シンガーソングライター兼ボイストレーナーの有関凛でした。バイバイ。